天使の戦い、あ、ひー、森の中に走っていっただと、これが奴らの作戦。そうだよ、これが陽キャマ天皇だ。奇襲を狙うつもりか、陽キャマ天皇。いません。上映中はお静かに。気配がないだろ。こうやって気配を消して授業中にトイレに行くんだ。まさか奴ら、あ、逃げたのか。え、逃げてませんけど。逃げてませんよ。くっ、貴様ら、どうしたんですか。返事しなさい、バッタ花丸くん。はい、こっち来んさい。バッタ花丸くん。よし、一時的に危機は出しましたね。ついてくるよ、あの子。はい。さあ、ムーちゃん、降ろしますよ。赤ちゃんペンギンみたい。すぐについてくる。うん、あ、ありがとうございます、ユハンさん。チカム。サムネにしてやろうかな、このアホ毛。主様、あ、ダーフィン。ちょっとお姫様だっこ、これ。キャー、恥ずかしいな。主様も下ろしますね。やだ、私を三枚下ろしにして。ありがとう、テディ。申し訳ありません。急に抱きかかえたりして申し訳ありませんでした。いや、私の本意です。うん、大丈夫。あの、ムーちゃん、あなたにお願いがあります。ムーちゃんに。ムーちゃんのムーは無のムー、何もないんだ。ムーちゃんのムーは無限のム。急いで訓練キャンプに戻って応援を呼んできてください。あ、さすがに3人じゃきついか。3個1じゃきついか。でも向こうは1個1だから、私たちの方が陽キャだね。私はここはなんとか私たちで時間を稼ぎますから。さあ早く、夕飯。怒ってる。余裕犯じゃなかってる。余裕犯じゃなくなってる。夕飯さん。あ、もうその間に来ちゃうから。はい。わかりました。すぐに皆さんに知らせてきます。そうそうそう。多分多勢に無勢だからね。主様。主様、どうかご無事で。フラグを立てないでくれる？ムーも気をつけて。フラグって、アニオタから嫌われるんだよ。はい。ガサガサガサ。お。そう言うとムーは森の中へと消えていった。バイバイムー、うん、よし、これでひとまず。これでさ、天使がスーロンが出てきた瞬間にさ、ムーの首を持っていたらどうしよう。いや、空城城太郎の効果音。うわおら、おっと、すんげえ地響き。誰？携帯の着信音を鳴らしたの誰？ほっ、げっ、あいつ大木を引っこ抜いてこっちに投げつけたぞ。うわー、ゴンフリークス、お呼びじゃないです。マジかよ、どんな腕力してんだ。すごい、そんなこともできんだね。体力測定とか余裕そう。出てこい、悪魔羊。悪魔羊さん、いますか？貴様らはここで殺す。なんで？何もしてないよ、まだ。スローンさんに名前間違えましたけど。わあ、めっちゃ怒ってるねえ。バッタ花丸くん、あなたのせいだから、あなたが引きつけてよ。おいおい、なあ、知能天使ってみんなあんな感じで怒りっぽいのか。いいよ、今知能天使のプロフィール調べなくて。いえ、以前に見た2人はもっと冷静に見えました。生まれたばかりの赤ちゃんだからね。ギャボーギャボー。ですが今回は花丸さんの煽りがうまくはまったようですね。バッタ花丸くん、君がブチッと行かせたよ。おかげでムーちゃんが助けを呼びに行くと時間が稼げましたし。あ、もう確かにナイス花丸くん、はい、私たちも戦う準備を整えることができます。大木を投げてきてるけど、あの人顔いい割に地盤が悪いな。へへへ、あらかじめ用意しといた作戦、試験飛車が当たったな。試験飛車、試験飛車って、はい、
緊急事態が起きた時のためにユハンさんが作戦を考えていてくれたんですよ。なるほどね。そういうことか。ユハン、先に言っといてくれ。試験飛車という作戦は全員での即時撤退です。はあ、なるほどね。そうですね。作戦名は東の大地の将棋という遊びから取ってきてるんですよ。あ、試験飛車って言うんだ。逃げの姿勢でも、え、将棋って逃げられないよね。あ、王将が逃げるためにってこと？ん、そうなんだ。あの、ちなみに試験飛車という言葉には逃げるという意味はありません。え、だよね。相手に意味を読み取らせないよう適当につけた作戦名。なんだそれ。やだ、もう日本語で遊ぼう。ちゃいちゃい夕飯。でもどうして将棋？花丸さんに覚えてもらうためですよ。あ、バッタ花丸くんに。なるほどね。試験飛車ってかっこいい響きだから。そうですね。いろいろ試してみて将棋が一番覚えやすかったみたいです。あ、将棋やってたんだね。そうだな。やっぱりガキの頃に慣れ親しんだ遊びは覚えてるもんだね。あ、バッタ花丸くん、じゃあジャパニーズピーポーだ。俺からすると少し覚えるのに苦労しましたけど、ダッフィー基準じゃないのね。ちょっと覚えにくいよね。どこー来た。ふむ、だいぶ近づいてきていますね。もう少し離れましょうか。マサラタウンでゲットできるポケモンの音。うん。だだだだだ。遅くない足？お隣。主様、この木の陰に身を隠してください。え、そんなこと言わずに私も戦いますよ。分かった。どこ？あ、来てる。あ、こんなところ私隠れる場所あるかな。大木投げてくるんだよ向こう。音は向こうの方から聞こえますね。ダーフィー、よく分かったね。偉いな。びっくりだよ、耳良すぎ。人の3倍あるのかな耳大きさ。とりあえず負けたみたいだな。あ、巻くのは簡単なんだ。本当に3人とも息ぴったりだね。はい。撤退の作戦だけはどの作戦よりも入念に打ち合わせしていましたからね。なるほどね。コンビニで好きなお菓子買ってもらえなくてものすごい抵抗を見せる。お子ちゃまみたいだね、あのスローン。あの、悪魔執事としてまだ未熟な私たちにできることはとにかく主様を逃がし自分たちも生き残ること。まあそうだね、夕飯ちゃんちゃん夕飯。確かにその通りだと思うわ。そうですね。危険な戦闘は極力避け戦わざるを得ない場合のみ私たちも戦います。なるほど、いいんじゃない。生きなきゃ意味がないって言われてるからね。さすが冷静だね。私だけがすごいのではありませんよ。あ、違うんだ。この作戦は私一人だけでは成立しませんから。まあ、試験飛車だしね、関係ないけど。はい。テディさんと花丸さん、戦闘経験が豊富なこの二人がいるからこそ成立する作戦なのです。謙遜。いいね。みんなすごいよ。三人がいてすごく頼もしい。主様。またご謙遜。主様のことは俺たちが必ず守りますから。まあ、確かにね、ある意味替え玉作戦でもあるよね。散らばるってことは。安心してくださいね。ダッフィー、いいの？え、こんな合法的に匂い嗅いでいいの？うん。では。さて、それじゃあこの後はどうします？ダッフィー。いつまでもここでじっとしているわけにはいきませんよね。野鳥観察かよってやれるよ、スローに。そうですね。相手は知能を持った天使です。そうなんだよ。まだお子ちゃまだけどね。お子様ランチのライスの上に旗が刺さってないと切れるタイプだよ、まだ。夜の森とはいえ、空から居場所を特定される恐れがありますから。ああ、確かに。それにさっきからやけに森が静かです。なんで？森も空気読んでんのかな？いや、こいつに薙ぎ倒されたくないから、俺たち静かにして居場所を教えようぜ。おそらく天使は上空から私たちを探しているのでしょう。ああ、トム・クルーズみたい。ミッション・インポッシブル。えっと。
つまり見つかるのも時間の問題ってわけね。あー、どうすんのこれ。まだ助けも来ねえみたいだし、ここわかるの？誰か持ってる？ GPS 持ってるのか？ポケモン GO でもやってんの誰か？なあ、どうする？やるか？ポケモン GO に投影されないのかな天使って。そうですね。そうですね。ですが戦いを挑むのは私たちが見つかった場合のみとしましょう。まあ確かに無駄にね、相手の気を引いちゃって危険になったらね、元も子もないし。はい。とりあえずいつ戦闘になってもいいよ。悪魔の力は解放していた方がいいかもしれません。あ、そう？悪魔かってだってデメリットもあるんだよ。大丈夫？ああ、そんな長期間持たないんじゃないの？主様、主様、今のうちに悪魔の力の解放を頼む。はーい、もうやるけども。本当に戦えるの？そうだな。まあとにかく力を解放しておくだけだ。いつでも主様を守れるようにな。あー、命かけてんな。これなら赤髪海賊団に入れてもらえる。はい。主様を守るために戦う、それが悪魔執事の使命ですから。ダッフィー、いいんだよ、自分のために。主様、私たちに力をお与えください、主様。はーい。ボタン一つで悪魔化できるんだよね、恐ろしい。はい、来た。ネットショッピングみたいだね。ボタン一つでどうにでもなるって。来たれ、闇の盟友よ。我は汝を召喚する。ここに悪魔との契約により、ユーハン、テディ、花丸の力を解放せよ。え、これは主様のご意向でいつでも悪魔化できるってこと？え、例えばさ、じゃあトイレ中に悪魔化もできるってこと？お風呂中に悪魔化とか、あとさ、じゃあ合コン中に悪魔化とかもできるってこと？ん？す、はあ、よし。ああ、ちょっとね、慣れないよね。大丈夫？メンタルケアは私に任せて。花丸さん、テディさん、ちょっといいですか？ザーボンさん、ドドエリアさん。お？なんだ？何フリーザ？すると、ユーハンは二人を呼びかけ、何かを伝えた。何？早口で何を言ってるか聞き取れなかったが、どうやら作戦の打ち合わせをしているようだ。ああ、リハーサルか。はい。詳細は以上です。戦闘時はこの戦い方でいきましょう。私には教えてくれないの？私も知っとくべきだとは思うんだけど。なぜ仲間外れにするんだい？私は立派な仲間だよ。なるほど。それぞれの能力を生かすってことだな。あ、なるほど。バッタ花丸くんは折れない剣。ダッフィーは強い力を持てる。で、チャイチャイユーハンは、チャイチャイユーハンはスキヤの牛丼を大盛りにできる。なんだっけ、忘れたな。全員の息が合わないと成立しない作戦だけど。でも今の俺たちならきっとできる。だよね、テディちゃん。修行したもん。ああ、フォローは頼んだぜ、テディちゃん。好き、この入園組好き。はいはい、いいね。改めて強調しておきますが、彼らの戦力差は歴然です。ああ、そうだね。勝算があるとしたら、相手の油断をついた一撃のみ。ああ、初撃で無理だと思ったら迷わず引いて援軍を待ちましょう。はーい。おう、ああ、分かってる。ああ、なるほどね。じゃあ、あくまでアディショナルタイムに出る控えの選手ってことに、私たちは。そうだな。格上との命の取り合いは久しぶりだが、そういう修羅場を乗り越えて今の俺があるんでね。かっこいい、バッタ花丸くん。やっぱ経験はあるんだ、たくさん。大丈夫ですよ、主様。ご安心ください、主様。え、何が？何が？私は主様が救ってくださったこの命、天使などにやすやすとくれてやるつもりはありません。あ、そうなんだ。よかったよかった。バサバサ来た。はっ、この音は。ダッフィー、落ち着いて。大丈夫？心拍数測ります。やっぱり見つかったか。まあそうだよね。見つけたぞ、悪魔執事。のっ、ておい、あいつバカでかい木を持って飛んでるぞ。なんでそんなもの持つの？大工さんに転職しな。おいおい、まさかあれ投げてくる気じゃ。ウォルト・ディズニーの時代にいれば喜ばれたね。ウォルト・ディズニーは木がなくて、ディズニーランドに住民の木を借りて植えたからね。死ね。
木を買えるお金がなくてね。主様、危ない。ダッフィー、え、本当に飛ばしてるの木を。言ったでしょ、お母さんに言われなかった、大木は飛ばしちゃいけませんって、危ないから。俺は飛び込んできたテディのおかげで大木に当たらずに済んだね。言ってるじゃん。ほんの少し遅れていたら俺は木の下敷きになっていただろう。まさに間一髪だった。うわー、もう怖いことするわ。ドッジボールじゃねえんだよ。主様大丈夫ですか、お怪我は。ダッフィー大丈夫、心拍数を測ります。大丈夫、テディは。うん、ダッフィー大丈夫。パンパンパン、俺は大丈夫で、あ、よかったよかったよかった。テディさん、テディさん、主様は安全なところへ。はいはい。主様こちらへ。そう言うとテディは俺の手を取り早足でその場を離れた。あ、テディちょっと私大木頭に刺さってるかもしれない。ダッフィー大丈夫これ。主様、主様、あの奥に見える大木まで逃げてください。ああ、こういうミニゲームあるな。はい、応援が来るまで俺たちが知能天使を食い止めます。クラッシュ&バンディーズだっけ。もし俺たちがやれるそうになったらすぐに逃げてください。ダッフィー大丈夫、やだな、私のさ覚醒するときはないので。でもいいですか、ダッフィー、そんな怖い顔しないでよ。大丈夫ですよ。大丈夫。主様。はあ、優しい声。これはもしもの場合の話で。俺たちは負けません。はい。それに危ない時は俺たちも一緒に逃げますから。うん。じゃあ行こう。だから安心してください。ね。分かったよ、知らないでね、絶対に知らないで。そうだよ、かしこまりました。承知しました、主様、命令だからね。そして俺はテディに指示された大木まで急いだ。大木の裏に隠れテディたちの様子を見守る。大丈夫かな、スローン強いんでしょ、あの人。だお高く止まってるだけじゃなくて強いんでしょ。まあお高く止まってるっていうのは物理的にだけど。はい、主様は避難させました。ダッフィー、ありがとうございます。ありがとうございます、テディさん。やれ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 、もし戦う、もう戦うしかなくなっちまったな。3人か、あー来た、本田翼。あれだけ大口を叩いたくせに逃げるとは。バッサーも本田翼ちょっと帰ってくれるから今忙しいんだよ本当に。なんでこんな時にピンポンダッシュするの。呆れたぞ悪魔執事。ね、本田翼さん、私思うんだよね、あなたショートカット似合ってるね。少しは楽しめそうなやつかと思ったが、いやそんな急に来られてもね困っちゃうよそりゃ。こっちだって期待した私が間違っていた。多分彼女の用事を聞かずに急に家にお出迎えして彼女にキレられる人。ふう、最初から私に勝てないと分かっていて逃げたのだろ。ねえ本田翼、バッサー、あのさ、その言い分も分かるよ。でも大木投げるのやめない？くく、ひどいよね。天使の世界ではドッジボールがあれなのかな。なんだその焦った顔は。さっきまでの威勢はどうした、緑髪の悪魔執事。やだなこの人、闇なイケメンだ本田翼。ちいやバッタ花丸くん顔に出てる。そんなボロボロの武器で私に勝てるとでも。光ファイバー本田翼。なあテディちゃん、夕飯。はい、ここは俺たちで持ちこたえるぞ。あーもう勝てないって踏んでるんだ。はい。ええ、あ、剣を取った。はあつまらん、こんな弱そうな奴らが我々天使の敵だと。あ、それはねちょっと聞き捨てならないな。バッサー、でもこいつらのどこが脅威だ。バッサーもうなめっぷしてボコボコにされそう。まあいい、弱いなら弱いで全員殺してしまえばいいだけのこと。く、
誹謗中傷なんですけど。花丸さん、花丸さん、お願いします。バッタ花丸くん。ああダメでしょ、バッタ花丸くん、自分の仲間と自分の力を信じなきゃ。最初は貴様か、緑髪。あ、一人ずつ行くの。ほら、来るならさっさと来い、遊んでやる。うわー、バッタ花丸くん、親指を噛め、バッタ花丸くん。ふむ、動きは悪くない。はあ、バッタ花丸くん、な、刀が掴まれた。嘘でしょ、白羽取りまで覚えてるの。まったく、笑わせるな。そんなぬるい攻撃が私に通じると思うのか。やだー、このぐ、刀が動かせねえ。そんなに強いんだ力。ふん、こんな貧弱な武器。あ、貧弱とか言うとディオが出てきちゃう。私の力で粉々にしている。貧弱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 、貧乳貧乳。な、何、壊れないだと。あー、バレた。バカな、なぜ壊れない。あー、おバカ、壊そうとしてるこの人。あれ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 、なんか焦ってる。日本製なんですよ。へへ、どうやら俺の力は血の天使相手にも有効みたいだな。すごい、折れない剣だってな、貴様まさか。テディちゃん、今だ。え、確かに折れない剣ってすごいな。はい、お、ダフィー、は、剣かっこいい、ダフィー。あ、切った。うえ、私の羽が、しかも両翼を一撃で。ダッフィー、バカな、その体に一体どんな力が。ユーハンさん、とてもよ。ダッフィーはインスタ映えするあの羽のイラストが描かれた壁画のスポットにも刀を差し込むのかな。はっ、ちゃユーハンな、しま、倒してユーハン、倒してユーハン。ユーハンの剣が確実に知能天使の体を捉えた。そう思った瞬間だった。隙の糸、二人の間に猛スピードで何かが割って入ってきた。何、え、し、死にな、え、ちょっと肉立てはなしじゃない。え、そんなのあり。な、天使、な、何、うわー、もうこれセラフィムかあれかのどっちかだよ。天使が変わった、光ファイバー組のどっちかだよ。はい、来ました来ました。はあ、何やってんだよ、まったく。お父さん、この声はお父さん。ああ、ケルビムだった。ミニオンみたいな名前して、ミニオン。随分なやれるようだね、スーロ。あー、もうミニオンも帰ってくれるかな。黄色塗りしてないんだけど。お前はもうダッフィー、逃げてもいいよ、逃げていい、大丈夫、もう主様は死ぬ、ここで再会。セラ姫といい、君といい、油断しすぎでしょ。ケルビム、余計なことを。死にそうだったけどね、バッサ。うん、ありがとうの聞き間違いかな。あー、ミニオン、こんなところで夫婦漫才繰り広げられても困るよ。まあいいや、別に感謝されたくて助けたわけじゃないし。君の使い道は他にもいろいろと考えてるんだ。こんなところで倒されちゃ困るんだよ。あ、まだ生まれたてだから、おぎゃおぎゃしてるからね。ち、おや、君たちは。親って何、その、しらじらしい。くっ、ダッフィー、目を見ちゃダメよ。ぐ、あの人の顔なんて見ないのもダメでしょ、ダッフィー。へえ、そうか、君たちも悪魔執事になったんだ。あ、知らなかったんだね。情弱。ん、そっちの緑髪の彼は初めて見るね。うん、
彼の名前はケルビム。どうぞよろしく。あ、情報弱者だ。ケルビムは。情弱、情弱。おやおや、ご丁寧にどうも。情弱のケルビム。すいません。ふーん、油断していたとはいえ。たった3人でスローンを追い詰めるなんて、君たちなかなかやるね。おお、え、情弱のミニオン。君、それはずるいよ、ちょっと。1対1の真剣勝負に水を差すなんてさ。あ、ちなみに、こっち側は3人で1人の判定だからね。悪魔執事はやっぱり、侮れないな。侮って？すごく参考になったよ。いいんですよ、もう研究しなくて。そんな、帰ってください、胸元開き、胸元観音開き。それじゃあスローン、そろそろ上に戻ろう。え、もう戻っちゃうの？ふざけるな、私はまだ。そろそろ黙れよ、敗者。ああ、もう情弱のミニオンが怒ってる。スローン、私がいなければ君は確実に倒されていた。ねえ、この3人がそれだけの力があるってことだよね。負けた者がどのように行動すべきか君ならわかるよね。お、情弱のミニオン怖いね。ち、情弱社長。ごめん、情弱、情弱言って。その瞬間、スローンの体が白く輝き始めた。あ、ポップコーンになってるわ、無惨様。眩しい。バサ、あ、バイバイ、ポップコーン。の羽が再生しただと。もう羽は再生するんですよ。あ、知らなかったのね。バッタ花丸くん。タク、トカゲの尻尾かよ。厄介だな。いや、そうなんだよ、本当に。悪魔執事、この借りは必ず返す。いや、自分が大木投げてきたじゃん。大木投げ返してやりたいんだけど、そんな力ないけどね。必ずな。あ、戻った。あらら、ふてくされちゃった。あー、それはね、情弱のミニオンのせいだよ。情弱のミニオン社長。ちょっと言い過ぎちゃったかな。まあ、怖かったね、ちょっと。普段温厚な人が怒ると怖いね。上でまた天使に八つ当たりしないといいんだけど。怒ってるよ、多分。やっぱ捨て駒っていうのはさ、こういう風に使わなきゃね。捨て、あー、捨て駒とか言っちゃってるじゃん、天使を。え？ケルビムが指を鳴らすと、何？ウィズビーカー？その瞬間、無数の天使たちが羊たちに向かって襲いかかってきた。なんで蜂をつつくような真似を。蜂の巣をつつく。命のために行きますよ、スケートボードでいつか凄技を決めるために。おい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 、なんて数だよ、タク。30、40、いや、もっといますね。え、もうそんなにいるの？世界の鍋やつなら何回ボケないといけない。これで死んでくれたら嬉しいんだけどさ。情弱のミニオン、もうあなたはね、本当に社長退任して。君たちの実力計らせてもらうよ。このケルビもミニオンを刺さないと多分無理だな。じゃあ私はこれで。多分王なんだろうね、実質の。あ、帰った。待て、逃がすか。ダフィー、テディちゃん、深追いするな。ダフィー、もう危険を犯さないで、あんまり。今は目の前の敵に集中しろ。バッタ花丸くん、さすが年長者。イエス花丸くんだ。くっ花丸さんの言う通りです。今は天使を借りましょう。オーノー。皆さん、天使の対処をしながら、まずは主様のもとへ。了解です。ダフィー、落ち着いて。あー、嫌です。戦いたくありません。俺はユアハンたちと合流し、天使と戦う3人を近くで見守っていた。あー、ピクニック気分だね、私だけ。死になさい、命のために。行きますよ。女のために。女たらしめ。死になさい、命のために。行きますよ、露出のために。変態面。はあ、はあ、キリがねえ。あ、おい、あ、きついか、バッター花丸くん。でもはあ、はあ、確かにだんだんきつくなってきましたね。あ、きついんだ。
ダッフィー休んで。さっき弾けたポップコーンあげるよ。みんな大丈夫？主様。もちろん大丈夫ですよ。主様、無理しないでね、あんまり。ダメだよ。ユーハンさん。特にユーハンさんはすごく元気そうで、私この3人好きなんだからやめてよ、本当に。不慮の事故とかに遭うの。死になさい。命のために。行きますよ、ドライブのために。プップー！テレテレテレテテテ。死になさい。命のために。行きますよ、テスト勉強のために。頭いいね。せや。すごい、どんどん力がみなぎってくる。あ、そうだ、チャイチャイユーハンは倒せば倒すほど強くなるんだよ。それに倒せば倒すほど体が軽くなっていく。これか、余裕ハンになってきた。これが私の悪魔の力。なるほど、ね、なるほど、天使を倒すほど身体能力が上がるってやつか。だからタイマン向きではないけど、こういう時にすごい強いんだ。平子真嗣みたい。こうして目の前、目の当たりにすると、こいつは確かにすげえ力だ。いや、すごいよ。はい。はい、大量の天使を相手にするときは最適ですね。あ、確かに。ダッフィー、すごいね。今はすごい光景を見てるよ。平子真嗣を見てる。バサバサ、あ。死になさい。命のために。行きますよ、塗り絵のためにってね。はみ出そうっと。おいおい。おいおい、また降りてきやがったぞ。多すぎるよ、もう。くそ、第二人化。ダフィー、ちょっと吸わせて、匂い。ん？アルテ様、ロノッティ仮暮らしのロノッティ。この声は。アルテ様、ご無事ですか？ロノ鉱山メンバーだ。俺は大丈夫。すみません。はあ、はあ。遅くなってすみません。助けを呼んできました。でもなんか今ね、余裕犯がすごい余裕かましてるから、なんか倒しそうな感じがするよ。ありがとう、ムー。あ、バスティンビーバー。なんだこの天使の数は。おい。あ、ボスッキも来た。おい、3人目の血の天使はどこだ。え、帰った。上に逃げられちまったよ。うん。は？何？逃げただと？そう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 。見たところ、全員無事みたいだな。あ、ボスッキ、さすが。味方の生存確認ね。やっぱリーダー向きだよ、ボスッキー。ああ。後で詳しく聞かせるよ。ボスッキーはね、ハウレスにもしものことがあった時のリーダー候補だよね。はい。ダフィー様。アレジ様、俺たちの悪魔の力を解放してください。はい、解放します。わかった。100円入れればいいのかな、悪魔解放するときって。お金取られないのコイン投入口ないんですけど。来たれ、闇の名誉よ。我は何時を召喚する。ここに悪魔との契約により、自然怒り役。よし。よし。おい。全員、武器を構えろ。総力戦だ。キー！1階と3階の執事は左の群れを。2階と地下の執事は右の群れを。斬滅。おー、さすがだな、ハオレス。別邸の執事は、主様の護衛を頼む。おー、もう、本当に安心感すごいな。はああとは俺たちに任せろ。ああ、かっこいいね、ハウレス。吹っ切れたハウレスは強いぞ。はい。はい。全力で主様をお守りします。ダフィー、ありがとう。私抱きついてるわ、ダフィーに。主様。小猿のように。主様、ほら、俺の近くにな。何、急にイケメンムーブ。危ないから、俺から離れちゃダメです。なんだ、そのイケメンムーブ。バッタハマル君、普段だらしないのに。わかった。ユーハン。さて、ユーハンもこっちに。うん。って、あれ？ユーハンはどこ行った？いや、ハイになってんじゃない？ユーハンさんなら、バスティン君たちと一緒に群れを討伐しています。うん。はっ。おお、すごい。すごい。まだまだ力がみなぎってくる。うわあ。二日ぶりのシャンプーみたいな。笑顔。なんかめっちゃ楽しそうにしてないか、あいつ。楽しいんじゃない？体が軽いから。ユーハンさんの力本当にすごいですね。ね、あんなに天使狩りに特化した能力、ちょっと羨ましいって思ってしまいます。ダフィーもすごいよ。テディちゃん、テディちゃんの能力も十分すごいでしょ。ね、この
入園組の力は全員当たりだね。そうだな。血の天使の羽を落とせたのはテディちゃんのおかげなんじゃない。そう、タイマン向きだよダッフィーは。花丸さん、花丸さん。そうですよね。へへ、俺の力だって十分すごいですよ。そうそうそう、いい、笑って笑って。死になさい、命のために。行きますよ、ウォシュレットのために。ああ、ウォシュレット。ほら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 、群れからあぶれた天使たちがこっちに来たぞ。行けテディちゃん、それ行けテディちゃん。はい、はあ、ダッフィー。おお、死にな、もうやめな、それ。ほんと気分良くないな、あんまり何回も連呼されると。その後駆けつけた執事たちの協力もあり、俺たちは大量の天使の襲撃をなんとかしのぐことができたのだった。深夜アニメ枠だよ、その発言した時点で。あらら、もう頼もしいねー。